後を頼む。そうは言われたが、私には兄上なくして孫悟など考えられん。兄上を死なせるわけにはいかない。まじないなどこの私が立つ。作人様、ずっとうなされてるみたい。早く浮津を倒して兄様を助けなきゃ。俺は孫作殿に惚れ込んで今ここにいる。こんなところであの怪談寺を死なせてなるか。己、邪悪なる浮津とやら、この俺が必ず打ち砕いてやる。姉上、孫作の容態は変わりません。もうずっとうなされてばかりで、浮津という名を呼んでいました。ものすごく苦しそうな怖い声で。やはりあれはただの傷ではなさそうです。おそらくは浮津なる同士のまじない。まじない？そんな。いえ、むしろ希望があります。まじないならば術者を撃てば消えるかと。その浮津という人を撃てば。わかりました、私もご一緒します。なりません。どのような危険があるか。ご一緒します。まったく似た者夫婦ですね。一度言い出したら決して引かない。わかりました、共に行きましょう。しかしくれぐれもお気をつけて。浮津なる同志を討ち、孫策へのまじないを断つ。全軍城内へ進軍せよ。私は本陣を守るわ。みんな無理せずお願いね。
ら先兵の屍を踏み越えて進む者どもよ、この痛み思い知れ。我が孫家の兵たちか、お前たちの痛み無安ではないが、おお、その武勇お見事です。最新部へ着いたようです。
ここは別動隊の到着を待つとしよう。やはり引かぬか。ならばウヌラにはここで死んでもらおう。姿は作れても心は真似できんか。そのような幻影、あやかしにもならんわ。実に見事な働きよ。この大使に敬服いたした。Thank you.
き力を回復せねばならんな。実に見事な働きよ。この大使に礼服いたした。あの昇華を生かしたいか。あの力は騒乱を糧とし、いずれ天下を。黙れ！貴様の妄言など知るか。私たちは兄上が必要なのだ。うぬらもそうやって乱世を深める愚か者か。これもまやかしというのか。だが、やつが放っていた禍々しい気配は消えた。なるほど。やつの存在そのものがまじないだったということか。なら、それが消えたことで孫策も救われるだろう。さあ、皆孫策のもとへ帰ろう。
悪い大凶、心配かけちまったな。本当です。でもよかった。兄上、これからはまた兄上のもとで戦えるのですね。いや、バリー、まだ体に力が入らねえ。それに俺は後を頼んだって言ったろ、ケン。ですが。悪いな、もう少し寝かせてくれ。シュー、ケンを頼んだぜ。やるしかあるまい。